威風堂々と朝倉ミクルと雷神対戦で話題の平本蓮全身グッチで愛犬と海を見つめるプラベショットが賛否のわけ。格闘技イベント超スーパー雷神3で朝倉ミクル31と対戦予定の総合加等家平本蓮26が18日までにインスタグラムを公開。海辺で愛犬とザレるプライベートショットを公開した。 この日、平本は、威風堂々と、と綴り、朝倉との対戦を控えつかの間の休息といった感じの様子を披露。グッチのポロシャツとハーフパンツというゴージャスなコーデで愛犬を抱きながら夕暮れ時の静かな海をバックにくつろぐ平本。嵐の前の静けさを感じ、いろんな思いを巡らせながら闘志を燃やしているのかもしれない。そんな平本、 13日に行われた公開練習への欠席に続き、翌14日に催された平本連ファンイベントにも姿を見せることはなかった。申し訳なさそうに壇上でファンに向けて詫びる MC が平本と電話をつなぎ、言っていた通り公開処刑します、と日声が会場に流れると一瞬拍手が起こったが、詰めかけたファンは落胆を隠せない様子だった。一連の平本の行動に、 ファンからは、平本蓮とれんよ、夕がち確定。家族でハス君をし、何批判されようが私はあなたを応援しています。平本蓮が彼はばすべてが変わる。と応援メッセージが多い中、一部には、とりあえずファンにはちゃんと謝罪した方がいいと思います。こんなのんびりしてる間も未来は練習してるんだよな。勝てる見込みないね、といったネガティブな内容も参見された。 いよいよ28日に開催される超スーパーライジン3。威風堂々とという言葉通り、平本の投資は本番に向けてマックスレベルに達しているようだ。